今日紹介する本はこちら消費税は本当に必要なのか本書はタイトルに惹かれるのはもちろん消費増税、財政破綻、歳出の無駄といった皆さんが関心を持つトピックがたくさん取り上げられています財政問題を理解するための基礎を丁寧に解説してくれます財政に関する本は書店に行ってもたくさん並んでいますね僕が特に注目したのはこれまで読んだどの本よりも分かりやすくそして詳しく書かれている点です 特にお勧めしたい章は第1章でそこに消費税の公平性と中立性について述べられている箇所がありますこの公平性と中立性なんとなく意味が似ているようで実は全く異なりますそして難しいのが公平性です 公公平平ととは何をもって公平というか、まあ、皆さんねこういったテーマって昨今頻繁に耳にしませんかそれほどね今の世の中って人々の心にまあ余裕がなくなってきたのかもしれませんね学校や会社でも平等と公平は違うなんてねピリピリしてますもんねこの本では税特に消費税に焦点を当てて書かれていますがこの消費税は公平なのか中立なのか公平でかつ中立でしょうか 本書はここから一歩踏み込んでその根本消費税の性質から税の中でどのような位置づけであるかを解説してくれます財政学や公共政策に関するテキストとか、まあ、書店のね参考書レベルでも書かれている、まあ、基本というのは基本なんですけども現在の租税原則3つ集約されています中立公平簡素この3つです。第1章のテーマとしてこの中立と公平をピックアップしています前述した中立と公平は意味が似ているようで全く異なります 税における中立の原則とは、租税の存在によって家計や企業の経済行動に非効率な変化が生じないことを要請するものです。ちょっと難しいですよね。超簡単に説明すると、その税を導入しても皆さんの経済活動への影響が少ないものって感じです。 本書でも出てきますが中立性を保つのに一番いいのは人道税です。人頭税とは所得の有無に関わらず国民一人一人に対して一定額を課税する租税で全近代国家ででは比較的多く見られた租税形態です。簡単に言えば、まあ、国民一人1年間で200万毎年12月31日までに税務署に持ってこいって <laughs> 明確に言えば中立性は極めて高いでしょうそのの国国でで必要なお金を単純に全国民の数で割ろう。 っってて感じででねねとってもシンプルです、ね、しかしこの中立性で最も優れた人頭税これを主な財源として採用している国は存在しません。 もちろん日本にも住民税なるものは存在するので近いものとして捉える人がいるかもしれませんが人等税と全く違ってまあ免除されている人もいれば人によって全く額も違いますよねそういう意味では所得税と同様累進性を伴うものですよねそうなると中立性は損ないますどういうことかっていうとたくさんお金を稼げば稼ぐほど税金をたくさん払うことになるこれはね一般庶民からすると良い制度だって思う人が多いんですがでもねよくよく考えてみてくださいお金持ち側からするとどうでしょう 一言で嫌ですよねでその結果どうなるかというとさっき言ったね経済活動に大きなね歪み歪みが生じるんです分かりやすいで2つ挙げるなら1つは もうそんなに頑張って稼がないよ怠けよってことですもう一つはこんな国嫌だから海外に移住しようって感じになりますねまあ、2つ目ってなんかイメージしやすいですよねだからお金持ちって海外移住する人多いイメージありますよねシンガポールとかドバイとかなんとなくイメージしやすいと思いますそうなると経済活動への影響引いては日本経済全体に与える影響って大きいと思いませんか 田舎のね富豪がその町を嫌いになって引っ越すだけで多分ね地方税収が1億2億くらい変わってきたりしますよ。このように経済活動大きくは経済全体への影響を考えるのなら本当はね中立性の高い人頭税が一番いいんですけどねでも人々ってこの制度嫌がりますよね。 人々は公平性を重視するからですつまり税の中立性と公平性って実はトレードオフの関係にあるんですねそしてね残念なことにこれね本当によくよく考えると実は人々は大きな間違いを犯していることに気づけるはずなんですここではね消費税に話を絞りますが 大きな過ちの代表的なものが軽減税率なんですこれ結構ね、いろんな学者が言ってたりとか本にも書かれてたりとかするので知ってる人は知ってると思うんですけども結論から言うと皆さん自身が格差を拡大させる政策を推し進めている可能性が結構多いんですここでは一例としてね、軽減税率を取り上げますがなぜね、軽減税率が良くないかってわかりますか生活必需品に軽減税を導入した場合お金持ちもこれを享受できますよね これってわかりますよね。しかもお金持ちとはいえ食べる量には限界があります。10倍から100倍の所得があるお金持ちでも皆さんの食費のね10倍から100倍ってかからないですよ具体的にね皆さんの家庭が、まあ、家族全員でじゃあ10万だったとしますお金持ちは、まあ、言っても2 3 0万ぐらいじゃないですか、まあ、それでもね2 3 0万ってそれ俺の月給だよっていうぐらいの人っていると思うんですけどもそんな感じですよでも。 皆さんの家庭は10万に対して10%の1万円これを8の8円に軽減されてますよねじゃあ貯金に回せるお金っていくらかっていうとその差額の2,000円2,000円得したって感じじゃないですか。 これを貯金に回せますよね。次にお金持ちの場合を考えてみましょうここにね分かりやすくね数字出してると思うんで考えてみてくださいお金持ちは30万に対して10%の3万円を払わないといけないんですけども軽減税率適用されて8%の2万4,000円でいいんですつまり貯金に回せるお金は6,000円になるんですよこんなね簡単な算数でも世の中で何が起こってるかっていうのは理解できるはずなんですどんどん開くっていうの分かりますか 皆さんが回せるのは2,000円お金持ちは3倍の6,000円なんですこれが年から年中続くわけなんですねそれはどんどん開きますよねその差っていうのは世の中には国民の多くが賛成していて良いって思っていることでも実はねとっても損したり知らず知らずに格差拡大に自分自身が寄与しているものも結構あります面白いですよねなぜそういうことが起こるか分かりますかこうやってね陰謀論に誘導するってことはねよくないんですですがこれはね 単なる算数ですね。陰謀論ではないんです。ちゃんと数式でも証明できることであり、誰もが考えればそういう答えに行き着きます。まあ世の中って意外にシンプルかもしれませんね。まあ、ドラゴン桜にあったように賢い人間、世の中を知っている人、まあ、掃総じてね、成功している人やお金持ちの人が多いんですが、そういう人々が社会の仕組みを作っている側なんですよね。 僕が、ね、常に思ってることなんですけどもお金っていうのはいつの時代も賢くない人から賢い人へ流れるものだと思ってます本書から皆さん納めている税に関していろんなことを学べると思いますそしてそこからヒントを得て世の中のいろんな不思議誤りに目を向けることもできると思います以上カズのおすすめの一冊になりますのでお時間ある方は是非この動画の下の微光説明欄に出版社や目次など本の詳細を記載しています参考にしてみてください See you!